自分自身を見つめ直してとても幸せな気分になりました。自分が幸せだったら周りも幸せにできるなって思いました。たくさんの幸せを探している人に見ていただきたい映画だと思います。じゃあ幸せになるために何をしますか？今年は恋活を頑張ります。ありがとうございました。